ある日、おじいさんが竹やぶで光る竹を見つけて切ってみると、中から可愛らしい女の子が現れました。おじいさんは家に連れて帰り、おばあさんと二人大切に育てました。美しく成長したかぐや姫は、月を見ては泣いていました。私は月の世界のものです。もう月に帰らなくてはなりません。そしてとうとう満月の晩、かぐや姫は月に帰っていったのです。Thank you.